誕生日をこんなに盛大にお祝いしてくれるなんて。喜んでいただけたのは嬉しいのですが、ゆかりさん様子がおかしくありませんこと？さっきまでお礼のスピーチを考えてたらしいんだけど、いいアイデアが浮かばないからって麦しわを飲んじゃったのよね。そういうこと。てか、それで思ったんだけど、感謝は行動で示すべきだよね。だから一人ずつ抱きしめます。完全にブレーキがぶっ壊れてるにゃ。ちょ、やめ、やめるにゃ。そんな風にされると顔が胸に埋まって雪が出っくな。ほら、君もこっち来て、いっぱい抱きしめてあげるからね。うわ、なんで逃げるのよ。飲みすぎたかしら。頭が痛くて集中できないわ。秋野さん、私の担当部分ちゃんとできてるかしら。どれどれ、問題ありませんわ。ただ麦しわはちゃんと量を考えてたしなむべきです。そのうち体を壊しますわよ。もうすでに二日酔いになってるにゃ。麦しわを飲んだことがないから、ゆかりがひたすら麦しわを求める気持ちがわかんないにゃ。大人限定ではあるけれど、手っ取り早く楽しい気分になれる方法なのよ。でも元気の前借りみたいなものだから、やっぱりほどほどに飲むのが一番だわ。